平野の仕様、ダブルブッキングの噂金プリライブ当日に生放送出演の慰霊スケジュール。TBS は何が必要なのでしょうかそれは一へに、数字、だけなのでしょうか TBS の大型特番、オールスター感謝祭22秋が10月1日に放送される予定で、その中でキングプリンスへの平野仕様が出演することが決まり、ファンの間には驚きが広がっています。感謝祭は18時30分から5時間半にわたる生放送で10月期の TBS ドラマの出演者も参加することが発表されました。 その中には、日曜劇場、アトムのわらべ、子、から賢人、火曜ドラマ、君の花になる、から本田翼、そして金曜ドラマ、クロサギ、から平野が含まれています。しかし、これに対してファンからは驚きの声が上がっています。なぜなら、 キングプリンスを現在全国アリーナツアーの新ただ中で10月1日と2日には球場席水ハイムスーパーアリーナで昼夜に公演が控えています。さらに10月1日には17時30分にも公演が予定されているのです。そのためファンからは球場でライブをしている紫陽くんがどうして感謝祭りに出演するの疑問符収録なの 疑問符と驚きの声が上がり、さらには中継ぎならまだわかるけど、会場に行くの疑問符どちらにせよハードでは疑問符と心配の声も広がっています。ドラマ、クロサギの公式ツイッターアカウントは、当日リブの平野市洋さん、どうやって出演するのかお楽しみに、と告知していますが、一方で、 感謝祭りの公式ツイッターアカウントは演出スタッフが中心となって企画考案中ですとしており具体的なプランはまだ確定していないようです平野のアーチエリー対決などは事前に収録し一部は球場からの生中継ぎという形になる可能性もあるでしょうとアイドル誌の記者は語っていますこのスケジュールの調整には平野を何とか 感謝祭りに出演させたいという意図だけでなく、TBS 側の焦りもあるのかもしれません。クロサギのリメイクが昨年10月に踏み張るオンラインで報じられた際、最その反応は TBS の予想以上には悪かったようです。クロサギは山下智久にとってプライム隊の連続ドラマ単独初主演作であり彼のキャリアにおいて重要な作品でした。 さらに、山崎努ととの共演から彼は多くのことを学び、二人の間には深い指定愛が芽生えました。次世代のジャニーズスターを引き継ぐため、賛否があっても歓迎の声が多いと TBS は予想していたのでしょう。と芸能ライターは指摘しています。さらに、NHK から予想外の横槍が入りました。 山下は今年4月に、黒詐欺と同じ原作者の正直不動産で主演し、地上並での演技復帰を果たしました。この作品も大好評を終えて、最終回後には、正直不動産感謝祭りが放送されるほどでした。NHK はすぐに続編制作のために、山下や主要キャストのスケジュールを抑えることになりました。 さらに、一時休業していた山崎勤の3年ぶりの復帰作も、正直不動産ということで、再び、クロサギの指定愛が注目されることになりました。この影響で、クロサギはやっぱり山 P という意識が強まってしまったのです。これには TBS だけでなく、ジャニーズ事務所も焦りを感じているのではないでしょうか、と芸能ライターは述べています。 また、NHK 発のヒロイン問題も浮上しました。ヒロインは朝ドラチム、どんどんの黒島ケツナですが、当初 TBS としては朝ドラ後の連ドラ1作目を獲得したことで満足感があったようです。しかし、実際には、チムどんどんは朝ドラ史上稀に見る酷評を受けており、黒島演じるヒロインも嫌われてしまい、彼女自身にもアンチが生まれました。 さらに、彼女が、黒詐欺、で演じる役柄は、自分の信じているものを大切にする真の強い子、であり、ちむどんどんで演じる信子を思い起こさせる可能性もあります。と、芸能ライターは述べています。これらの事情から、TBS は平野の番宣を強化し、ドラマを盛り上げたいと考えているようです。 黒島との共演による番宣は避け、ジャニーズタレントとの交流を全面に押し出す可能性があります。と芸能ライターは予想しています。かつてジャニーズ事務所に所属していた時、平野山下智久を尊敬する先輩として頻繁に話していました。彼が憧れの先輩の代表作を引き継ぐというだけでも十分にプレッシャーを感じるでしょう。 さらに TBS や事務所からの無言の圧力にもさらされている可能性があります。最後に最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。感謝しています。